皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、この動画に出会ったら努力もせずに自然と縁が切れるということでお話ししていきたいと思います。この動画を今日見ていただくとですね、縁を切りたい人っていますよね。そういう人がですね、自然と離れていくっていうコツがわかりますので、そういうことに興味があれば最後まで見ていただき、チャンネル登録もよろしくお願いします。さあ僕ら生きているとですね、僕らの周りには縁を切りたいこの人はって思う人って必ず出てくるものなんですけどもね、こういう人ってどんな人かっていうと、なんか知らないけど嫌なことをしてくるとか、嫌なことを言ってくる、または魔法的化してくるね、なんか先輩ずらするとかさ、上司だからってすごく偉そうにしてきてほらほらってやってくるとかね、まあ純粋になんでか知らないけど私この人嫌いっていうのもあると思うんですよ。まあそういうのですね、そういういろんな理由があるんですが、まあこの人とは縁を切りたいのになかなか切れないっていうことってありますよね。特にそういうふうにこの人とペアになりたくないの、絶対この人とペアになりたくないと思ったりしたら、なんでか知らないけどその嫌な人とペアになっちゃうってありません？結構そういうことってあると思うんですよね。まあこういうことっていうのはみんなに起こってるっていうことなんですね。で、特に日本人の人っていうのはすごく優しいじゃないですか。だから優しいから、いやこの人とはすいません、私ペア組めないですって、アメリカ人とかって結構言っちゃったりするんだけど、そういうこともないしさ、あと親戚とか同僚とかだったらもう立場上ね、もうどうしても離れられない、どうしたらいいの、でも苦しいみたいな人っていると思うんですよ。そんな時にですね、まあ、無理にその相手とね、なんか喧嘩するとかさ、言い合いするとか、この人とは痛くないんですっていうこともさ、嫌だし、やる必要もないっていうことなんですね。そういう時は、だからスピリチュアル的に、このエネルギーを上手に使ってですね、その人と縁を切っていく、そういうことができるっていうことなんですね。はい。ということで今日はですね、努力もせずに自然と縁が切れる方法、としてですね、スピリチュアル的に見て3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目は距離を置くってことね。これね、この実際にですね、その人との距離を本当に置くっていうことなんですけども、まあ例えばね、上司とかだったりしたらさ、もう、じゃあ私仕事辞めますって言って、まあ辞めるっていうことができればいいけども、でもなかなか仕事辞めて、じゃああんたどうやって生きていくのっていうことになったりするじゃないですか。だから本当にもう辛くて、もう体にも問題が出てきてるとか、そういう時はね、辞めてもいいですけども、その前に、みんなにやってほしいことがあるんです。それはですね、できれば会わない、話さない、距離を置くってことなんですね。で、これは、例えばどういうことかっていうと、その人のいる飲み会にはもうみんな楽しそうだけど、私行かない、楽しくないから絶対そのとこ行ってもっていう風に行かないとか、まあ仲の良いグループとかね、会社の飲み会でどうしても行かないってなったらですね、もうその飲み会に行っても嫌な人、縁切りたい人、一番離れたとこにもうさささっと行っていくとか、もう本当に話しかけられても元気、あ、元気です、ありがとう、あ、ちょっとすみませんとか言ってこうやって行くとかですね、もう極力近くにいる、話すっていうようなことをもう避けるっていうことです。そういうぐらいならできるじゃないですか。ね、こういうことをやることで嫌な人とつながるエネルギーというのがある。だから近くにいたりとか話したりするとかするとですね、その人とエネルギーの交換が起こっちゃって、どんどんどんつながり始めるんです。これをどうにかして話していると、そのつながるエネルギーが弱くなってくるっていうことが起こるんですね。はい。ですから、とにかく距離を置く、話さない。そういうことを心がけてみてください。そして二つ目は、自分の幸せエネルギーを高めるってことですね。これはどういうかっていうと、この嫌な人っていうのはもう本当どうでもよくて、私は自分の幸せをもっと考えます。自分の幸せに注目するっていう感じですね。だから嫌なことじゃなくて、私もこれ楽しい、ああ、この人たちと楽しい、この人がいいとか、ここがいいとか、楽しいっていう、この幸せな感じを注目して大きくするっていうことです。はい。そうするとですね、自分のエネルギーがどん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 強くなってくる。まあ、スピリチュアル的に言うと、例えば波動が高くなるっていうようなことが言いますけども、この自分の幸せだなーとか、美味しいなーとか、ラッキーとか思うようなことに、注目、自分が意識を向けているとですね、自分のエネルギーがどん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 高くなってきて、波動が高くなってくるんです。そうすると、自分が縁切りたいなと思ってるような、ちょっと性格悪い人とか、なんか嫌な人とか、ね、波動の低そうな人っていうのは、
波動が高い人には近づきにくくなっちゃうってことが起こるんですよね。そうすると、どんどんどん何もしなくても離れていってくる。だからこれが最高な状態なんです。はい。でね、気をつけてほしいのは、自分の波動をバーって高めるじゃないですか。そうするとね、初めの頃、ちょっと高くなり始めの頃、まだちょっと弱い。その人が自然と離れるまではまだ力足りないなっていう時ぐらいって、こっちの嫌な人とか波動の低い人にとっては、なんかちょっと、嫉妬の相手になったりですね、なんか攻撃したくなるものになるんです。そうするとね、わーって向こうが余計もう当面、弱い犬のように吠えてきたりして、なんか言ってきたり、余計言ってくるっていうことが起こるんですが、もうここで負けない。ここで、もうさらに自分の好きなことやって自分の波動を上げるっていうことをするわけです。そうすると、自分がすごくいい感じで高くなった時っていうのはもうね、こっちの人っていうのはね、この波動の高い人といても辛くなってくるんです。そうすると自分から離れていって、また自分がなんかいじめられる人を探すっていうことなんですね。はい。ですからこの自分の幸せエネルギーを高める、自分の波動を高めるっていうことはすごく大切なのでやってみていただきたいなと思います。そして三つ目はその縁を切りたい人の意識を自分から抹消するってことです。これは嫌な人って言いますけども、そういう人へのこう思ってるエネルギーというのはかなり強いわけなんです。実は思ってるより強いってことね。で、下手したらね、皆さん好きな人のことで考える、ああ嬉しい、今何してるとかって考えるけど、それよりも強いエネルギーで嫌いな人のことを思ってるっていうことがあり得るってことなんですね。で、だからそういうのをよーく自分でチェックしてください。なんかあいつ嫌だなって、また明日会わないといけない、今日こんなこと言いやがったとかってね、そういう風にずーっと思ってたりすると、本当にね、その人のことずーっと考えてる状態で、愛してんのかお前っていうぐらいのエネルギーが生まれてくるわけなんですよ。例えばね、こう、同僚だったらさ、すごく嫌な上司がいて、あいつとかと思ってたりしてさ、みんなでさ、こう、飲みながら、愚痴を言ったりするじゃん。2時間飲んでたらもう、その上司のこと1時間半ぐらいずっと喋ってたっていうことってありません。そういう時何が起こってるか、ちょっとみんなでね、その上司のことを考えて、上司のことと繋がってるわけなんですよ。そうするとですね、もうずーっとなんかラブラブ状態になって、エネルギー的にはスピリチュアルエネルギーっていうのは、これがいいとか悪いとかわかんないから、この人と繋がりたいんだな、繋がってんだなっていうのを確認しながらガンガン強く繋げていっちゃうっていうことが起こるわけなんですね。はい。だからもうこれはもう本当にスピリチュアル的に見ると、私好き好きっていう、そういうエネルギーをどんどん嫌な人に送っていってしまってるということなんです。だからこれをやめましょうということなんですね。だからどういうふうにするかっていうと、なんか嫌な人のこと考えたり、あ、今日もあいつに会うなんて、あ、また嫌だな、こんなこと嫌がって、とかと思った時、もう、どうでもいい、もう忘れる。で、他のことが、他、できれば楽しいことがある。ね。例えばさ、さっきも言ったみたいに、なんか、ペア組みますよって言った時に、あ、絶対あいつとだけはなりたくない、あいつとはなりたくないって言ったら、うわぁ、なんでこいつとなんのっていう風になっちゃうでしょ。だから、ペアになる、ペア決めますとかって言った時は、そのことを考えるんじゃなくて、あ、私この人となりたい、あ、私この人と繋がりたいな、この人とやりたいって言って、いい人のことを考えるってことですね。もうこっちの人を忘れてしまって。嫌な人の方。そうすると、こっちの、あ、よかった、この人となりたかったのっていう人とつながる。ここがすごく大事なわけなんですよ。ね、嫌だ、あいつとは絶対にと思ってしまう人と、あ、この人とつながりたいと思ってる人では、この人がつながりたい、よかった、幸せっていう人の方が絶対いいところに行くってことなんですね。はい。だからその嫌な人のですね、意識を自分の中から抹消する。もう考えたら捨てる。考えたらちょっと待ってって、こっちって楽しい方を考えるというのをしていただきたいということです。まあこういうふうにですね、縁を切りたいのになかなか切れないというのは、実はスピリチュアル的に見て、自分からエネルギーを送ってる、好き好き光線を出してしまってるっていうことなんです。はい。ですから、このエネルギーを発するっていうことをもうとにかくやめて、はい。自分の好きなこと、距離を置いて、そしてもう、考えたら捨てる、抹消させるっていうことをやってですね、自然と縁を離れるっていうことをやっていただきたいなと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか、芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そして今日の番組面白かったら、
コメント欄にミラクルラブって書いていただき、まあ、甘えたなと思ったらそーっといいねボタンを押しといてください。そしてじゃーん、アキラの龍神お守り発売いたしました。イエーイ。もう僕がね心を込めて龍神さんの力そして僕のパワーをですね、ここに注入しましたので、皆さんにいいことが起こりますように、開運スピリチュアルにつながりますようにと作りました。ぜひ、概要欄を見ていただいてですね、お買い求めいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか。ではみんなの幸せを祈ってミラクルラー届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。